業が怪しいと思ってるあなた、今日この動画を見れば絶対大丈夫。本当に儲けられるから心配しないで。24時間ある1時間を使うだけで、あなたも副業で30万円付け稼げるようになります。その詳しい話を知りたいんだったら、概要欄にあるリンクから LINE を追加してもらって、 LINE グループで話を進めていきたいと思います。だいたいさ、こういう周辺みたいなの話し方うまいからさ、聞き入っちゃうんです。どうもよしきです不思議だよね、なんか聞き入っちゃうくない、ああいうの。それ何が教えてるのか、うん、お前みたいなやつが騙されるんだよどこ大阪に来ております。見てください、この立地感というかジブリ感、ジブリ感このホテル、滝本さんいらっしゃるじゃないですか。ユシキがサウルスマラソンに出てた、あのサウルスの代表の方、みなサウルスの滝本さんいらっしゃるんですけども、滝本さんと滝本さんのお父さんが経営されてるホテルに今日は泊まりに来ていますということで、すげえ、ちょっとパラッて見てくる、ダッシュで行こうぜ。玄関でもオートロック、もうここもキラキラしてるからね。ちゃんと出かける前に鏡を見れると。で、こっちにクローゼット、はい、で次こっちかな、バスルーム、電気、ここ広っ、めちゃくちゃ広い。うわー、このアメニティ全部もろって帰っていい。バスルーム広っ、映さなくても安っぽくなるから。見てください、キッチンもあります。なかなかないからね。電子レンジがないホテル結構あるから、フロントに頼んでチンしてもらうとかも結構めんどくさい手間とかもここで省けると。冷蔵庫もちゃんと、冷凍庫もあって、大きい冷蔵庫こっちもまた入ってる。で IH があって広いね。卵焼き作れる、じゃじゃーん。今日ヨシキと2人で泊まるのになぜか3人ベッド。まず広い。旅もあるよ。ん、旅、スリッパのこと旅って呼ぶ派。ああまあという感じになってますと。修学旅行以来めちゃめちゃ綺麗なホテルですね。ということで、散策に行きたいと思います。お、大阪散策。うん、大阪の通天閣とか行ったことない。俺もないんだよ。これめっちゃ近いらしい、えぐい近いらしいね。行きましょう、行こう。あれ歌いたい。もう分かった、せーので。そのアーティスト名かぶせられる。アーティスト名かぶせなきゃいけない。せーの、小袋、ダッシュで行こうぜ。外に外に出てきましたと。今日何したいか一回なんか決めよう。だから通天閣行って大阪ランパーで行ったの本当にそれだけすごいね、なんか歴史を感じる街並みというか、なんか浅草っぽいね。あー確かに、うおうおうおう、すごい。はいはいはい、うん、どうぞ。おお、何、エロくてエロすぎるものが出てきます。俺500円だったらやってあげようと思ったのに。マジで、じゃあ俺入ってたらやれ。取れ高的に行くか。行こう、取れ高的に500円だから高いね。なんだでも予想してん。めっちゃ可愛いコンドーム、意外にコンパクトです。これ500円、待って、これ500円の軽さじゃない。ムカつくなちょっとでも本当に楽しみ。マジで、じゃあ何パンティ、うわパンティじゃん、スケスケパンティなんとここへ来てたって大阪弁は上手になれへんし。それでは目標達成したんで、この動画終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。通天閣の登る料金が1500円くらいだったら行こう。これ登るだけだよ。いや、これの俺だけって言い方すんな下に来るとなんかあれだね、なんかまた迫力がよくわかんねえな。シェさん、え、おぉ、なに、え、マジ、おぉおぉおぉ、わぁ、おぉ、待って待って、貸し切りすごい、初めて僕登ったんですけど、こんなに金ピカなんだね。こんな感じです。普通だなこれ言うんだって山形にもね、山形に登る乗船取れるって思うんだけど、それと変わんない。むしろそっちが強い。次じゃあ抜けしますよ。あ、はい、金色の登る立ち芸人の今年の運勢をここで決めます。だって可愛くない、めっちゃ可愛い。これあの概要欄から買うと5000円で買えるよ売るな中吉ラッキーアイテム、金のスプーン、バカじゃん。
選ばない一番上にある。お、まず恋愛の恋愛ですね。はいはい、かわいいかわいい、かわいいね超大吉ダッシュで行こうぜ。さあ降りてきたんですけど、いろいろあるね。このご時世なんであんま人いないんですけど、静かに俺たちも行きましょうか。ああそうですね、うわやばいやばいね、決まり、うん、行く、うん、大阪に乾杯。よし、いやうまいね。今の怪人に突っ込んでほしかったね。ああ全然似てなくて気づかなかったわ。串カツ来ました。あいいね、いい音。いいね、うん、うまい。意識の真似お疲れ様でした。これじゃあみんな、はい、また次回の動画しましょう。はい、バイバイ雑かよこれ一本になるの怖っ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。